はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年9月28日15時56分49秒。大地さん。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと。投資などの他のネットビジネスを見ていると、えー、煽りを、煽りを感じたりしますが、吉谷さんはそのようなことは感じないですかはい、感じます。10年間見てきましたので、まあ、ほとんど煽りですね。はい。ほとんど古代広告になります。はい。あの、ほとんど古代広告ですし、ほとんど煽りですので、見ない方がいいと思います。はい。よろしくお願いします。 <laughs> あのんでああいうことになるのかっていうと何だろうなあのあなんかいい本がないかなあれですね、あのーまあ、結論その欲望に刺激するような広告にな,なってるんですねだから、あのー、あそこもめちゃめちゃ儲かってるの知ってます あのパチスロとかあのパチスロとかのギャンブル雑誌あるじゃないですかあのギャンブル雑誌の裏側に必ず広告があるやつあるじゃないですかあのブレスレットをつけるだけでブレスレットをつけるだけで億万長者みたいなスロット当たる女女みたいなあの広告見たことないですかねあれはもう煽りでしかないですよね <laughs> てかブレスレットつけるだけですよでもあそこの会社めちゃくちゃ儲かってるんですね めっちゃ儲かってます、あそこの。ブレスレットをつけるだけでお金が儲かるみたいな。ね。絶対じゃないですか。<laughs> おかしいですよね。でもそれでも儲かってるんです。なんで儲かるかっていうと、ああいう広告の出し方。やっぱその感情に刺激する広告なんですよ。で、反応しちゃうんですね、やっぱ。だから情報系とか、まあ、そのお金を稼げますよみたいなやつは、結構そういう形にな,りなる傾向がほとんどですね。うん。 であとは、その、まあ、情報に情報商材とかそういうものに限らずですね、の週刊誌、スパとか、うん、っていうものに載ってるその見出しですよね。あれもすげえ過激です、結構。要は欲望に突き刺さるようなコピーメッセージなんですけど。うん、だから、その情報業界に限らず結構いろんなところにそういう広告っていうのはあります。うん、ただ、お金儲けに特化してるので、その さらにうさんくななるっていうことなんですけどだからまあそこそこが嫌だなっていう場合は本当にメルマガ一切見ない方がいいと思いますていうかまあ普通に働いた方がいいと思います、はい、こっちの業界に来ない方がいいと思います、はい、あの本当に来ない方がいいと思うんであの僕もメルマガでその紹介で「あの吉谷さんとこれ紹介してくれませんか?」みたいな感じで無料オプトインみたいなのがあるんですねでそれでまあ,あの まあちょっと知り合いですから、まあ、紹介し、ね、あのする場合もありますしそれをプッシュする場合もあるので、まあ、そうするとなんだろうな「いや吉谷さん」と「吉谷さんから来るメール」ってなんかうさんくさいメールばっかじゃないですか OK です解除してください <laughs> あの解除していただいても大丈夫ですから、まあ、そここを怪しいと思うんであるならば本当に見ない方がいいと思います、うん、で見なければ騙されないので、はい、オレオレ詐欺とかもオレオレ詐欺た とかも電話に出ななけれれば騙されないんですだメルマガとかもメール見なければあのなんか騙されたとか詐欺とかそういうのはなんないですから,からそういうのに違和感を感じるんだったら本当にこの業界には来ない方がいいです。まあ僕はいますけどね僕はいるんですけど、まあ、僕はですねあのこういう情報商材完全バイブルっていう本もリリースしてるので、まあ、詐欺師完全バイブルなんですけどね まあこういういのを出しちゃってるんで、あのまあ、僕はまあこの業界にずっと言おうと思ってますしあとはまあ僕が10年間こう経験してきて、まあ、本物をこう伝えていきたいなっていうことで、まあ、一人一人にもこう動画作ったりとか、まあ、そういう地味なことをすごくやってるんですけどそれなんで地味なことをやるかっていうとうん、まあ、その伝えたいメッセージがあるからですよね。10年こう色々やってきて見てきて、きき見 ちょっと違うのかなと思ったりとかいろいろ格闘がありました僕の中でも格,格闘が。うん、でまあ最終的にまあ僕もこの、えー、今度鹿児島に行って独立して自分の本当にやりたいことというか、まあ、伝えたいことっていうのを、まあ、地味ですけど、あのー、伝えていき,いきたいなというところが僕の本音でございます。 だからあの YouTube とかまあまあ僕の YouTube ちょっとくだらないのが結構多いんであれなんですけどうんだからここは大地さんあの見ないことをお勧めしますであとあの普通に働くことをお勧めします <laughs> お勧めしますはいもちろんあの僕とかを信じていただいてなんかネットビジネスとかやるんであれならばまあ僕も今度 えー、アカデミー吉谷アカデミーっていうのを今年の12月末ぐらいにやるんですけど、まあ、そこでは本当の本物のものをこう伝えていきたいなと僕の吉谷アカデミーですから僕のうん,なんか全てをこう伝えていきたいなっていうところですよねでセールスレターとかも作りますけどそんなあるあんまり煽って煽らずこのまあもちろんその反応まあ買ってもらわないとしょうがないので反応するようなコピーっていうのは多分書くとは思うんですけどまあ 自分が伝えたいことを伝えていって、えー、でそ,れをそれに共感していただける方に買っていただければそれでいいのかなとで昔までは僕はその会社でやってたのでやっぱその会社で売り上げ作るってなると会社なんですよ要は従業員がいて従業員の給料もそこから算出しないといけないですからあの売り上げはやっぱね自分の好きなことだけっていうわけではいかなくて。 あのやっぱ会社の売り上げを上げるためにっていうことで、まあ、僕もいろいろやってきましたけどやっぱ今度僕が独立して一人になって自分の飯食っていければそれでいいかなっていう今考え方なんですよねでもちろん会社も今度まだ会社の登記簿立ててないんですけど会社も新設しますで会社も立てたら今度は会社の,あの売り上げっていうのを作っていかないといけないんで会社として売り上げを作るものと あとはまあ個人でやるのも、こう、両輪やっていこうかなと思います。はい。そんな感じですね。はい。ということで、あのー、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まとめると、あの、見ない方がいいということです。はい。よろしくお願いします。はい。えー、今回はですね、アンケート答えていただき、ありがとうございました。